縮まってきてる。うふじゃねえ、お前。あ、そうか。ほら、動かさない、デスさんだから。デスさんだから動かさないよ。縮まってきた。芸術だからこれ、はい、アートですもんね。じゃあ逆に俺コナンちゃんの動かせたよ。そうだよね。あ、まあ、じゃあ不要度じゃない。確かに、ね、意味が分かんないんだけど、このいらないだろ。ちょっとやってみたくない。いらないだろ。あ、でもチンの前のサーカル、マジデスさんこれやるから、ね、おい、なんでそれ実際な。コナン、元カレにさ、そんな毛全剃りの人いないからさ、あのチンチン初めて見た。はい。全剃りっていうか全脱ね。色とかもしっかり再現してね。なんかちょっとでかくなりすぎたかな、逆に。顎とかありすぎたかな。モデルが喋るね。いや、大丈夫よ。あ、初めてなんだ、モデルは喋るだから。自分の彼女がチンコデッサンやってるなんて嫌だよ。嫌だし、自分の彼氏がチンコデッサンされてても嫌だし。じゃあ、うちが得意しかないし、得意ないじゃん。でも俺も絵描きたいな。いや、俺はまた家で描くな。うん、はあ、家で描くわけねえだろ。さっきがサウナの整ってる時間描けば。あ、いいじゃん。いいよ、一人で絵描く。サウナでジャンプ読んでる人みたいな感じで。そうですね。すんげえおっさんとか見てる。おっさんがちょっと入ってる。こう当たりのおっさんがだんだんこう盗撮とかじゃないからね。え、でもそういうのって別に犯罪じゃないの。いや、いや、絵描いて。おー、なんはい、じゃあコナンからどうぞ。じゃーん。すごい、なんかこのさ、シャッシャッシャが毛みたいなんだよ。虫やん、なんか怖いよ。気持ち悪い、顔つき。シャッシャが嫌だわ。グロ、シャッシャが毛みたいな。ハゲ、ハゲ、コナンの最初。シャッシャの使い方が下手なシャッシャ。ちっこ、重っ。ちょっと大きくなっちゃいます。じゃあ、ケイコ、どうぞ。僕も同じっすね。主張したらいけるらしい。アートなんだけど、うん、じゃあ俺いいですか。はい、いいです。じゃーん。うーわー、怖ー。顎長い。顎長い。うーわー、顔似てるでしょ。似てるわ。ほら、やだ、こんなやつさん抜いたら怖いわ。紫チップがいた。紫チップがどうされたら、おっさんスケッチしてる。はい、じゃあ森も行きましょう。どうぞ。時間が絵がうまっ。うまいな。絵がうまいわ。うまいな。うまい。お願い、お願い、お願い。じゃあ商業もでいくか。はい、はい、これはもう終わり。あー、なんだ、つらく。なんでだよ。まあ一旦これはもうふざけみたいになっちゃってる。あー、結構優勝っぽい。ちょっと紫色になっちゃってる。あー、つけが第1回チンチンデッサン、はい、ありがとう。
どうでしたか、純平さん。まあ多分世間の皆さんも、うん、あの流出写真は、うん、まあ本気じゃないというのはもちろんみんな分かってると思うんですよ。いや、うん、そんなことない。だってもう男性諸君はあの少なからず分かってると思うんですよ。ああいうちょっと寒い夕方とかにあのチンコはもうキュッてなってるんですよ、やっぱり男性のみんなって。そのキュの状態のパンツのゴム厚とかもあってああなっちゃってたので、それはもちろんまあアラチスタって言われても俺は別に何も文句はないですよ。でも本当の俺はこうだぞっていうのをまあちょっと見せられたのかなっていうのはこの4人には嘘です。嘘です。嘘じゃありません。本当はこれぐらいでした。はい。